心臓太鼓を叩く人も今やだいぶ少なくなりまして、世の中に全部でね、当時は250人いたと言われたんですけれども、今そうですね30人いるかいないかね、その方々で競い合って富山県で毎年ちんどんコンクールっていうのがあるんですね。去年私も、去年っていうか大体毎年ね、行ける時は行っておりますけれども、去年は5位、ね、すごいのかすごくないのかよくわからないところでございますけど、結構これでも頑張っているところでございます。さあこれをねちょっと置きまして、ちんどんにゃというのはこの太鼓の人が大体先頭を行きまして、それから思い出してみてください、音を奏でる、ね、楽師という言い方をしますけれども、サックスを吹く人、クラリネットを吹く人、それから三味線を弾く人ね、楽器を弾く人が後ろにいたんでございます。今日はね、私一人でございますから、一人で全部しようと思って持ってまいりました、こちらでございます。こちらでございます、ね、これがサキソフォン、ね、サックスという楽器でございます。江戸時代から実はチンドンやというものがございまして、ね、ただ当時江戸時代には三味線とかね、そういわゆる和楽器というものしかなかったんでございます。それが明治時代に入りますと富国強兵って言ってね、習いましたね、社会できっと国を挙げてこう戦争に、ね、向かっていった時代というのがございまして、その頃に日本にもたくさんのこういった洋楽器が敵国だったヨーロッパから入ってくるわけでございます。何のためかと言いますと、兵隊さんが行進をするのに、今までの日本の楽器の天つく天つくとやってても行進が揃わないというところで、西洋の楽器がね日本に入ってくるわけでございます。その中の一つにこの楽器がございました、サックス、アルトサックスという楽器でございます。で、明日なんかは吹奏楽の演奏とかあるのかな、慣れないのかな、よく知りませんけれども、この楽器吹奏楽なんかでもよく使われるわけですけれども、チンドン屋でも使われるわけでございます。こんな音でございます。せっかくでございますから、当時を知る人にはああ懐かしかと思ってもらえるような、チンドン屋では当時定番の曲だったそうです。天然の美、美しき天然という曲がありますからね、それをちょっと演奏させていただきながら、また皆様の友もございますから、皆様の方の方に近づきたいと思います。こんな音でございます。チラシを配っていたそうでございますね。全てがこう人を集める目的はチラシを配るためだったっていうところがね、またこうチンドン屋の面白いところ、古かしいところでございますけれども、さあせっかくでございます、もうね僕の方に小さいお子様がねいらっしゃいますから、退屈するといけませんから、せっかくでございます、この楽器を持っておりますので、ちょっとね簡単なクイズでもなんてやってみたいと思います。イントロ当てクイズね、もちろん大人の方もピンときたら